ね、お誕生祭水俣でということで、本当にね、じゃあお姉さんも水俣来るの都会が初めてなんですけど、いやお姉さんそうだったのって。そうなんですよ、実はお姉さんも初めて、昨日でちょっといろいろ見て回ったんですけど楽しんでいってよって、余計ありがとうありがとう。でもう本当にね、お姉さんも見てる時でも馬かもんばたくさんあるし、どれも安いしですね、もうそうなの、よだれが出るぐらい。ちょっとお姉さんね、あの試食とかもいろいろ、いやなんで僕をほっといて何しとるって、僕の何、僕の誕生祭なのに、なんでお姉さんそんなことか、僕の食べ物はあれ、僕のしらす丼ばちゃん、あとでねお兄さんに買ってって言ってくれ。あやったよ、OKお姉さんの分もお願いします。お姉さんなしですか、お姉さんなしですか、ちょっとじゃあお姉さんは自腹切りまーす。いやでもそれね、愉快よな。でも本当に美味しいものがたくさんあったんで、ぜひ皆さんもこの水俣、これを機会にですね、ぜひ楽しんでいただければなと思いますので。